こんばんは。ちょっとさ、めっちゃ鼻詰まりすぎてて、ちょっと遅れちゃったんだけど、ちょっと10分ぐらいしか配信しないかもだけど。こんばんは。なんかさ、みんなさ、メンバーもさ、風邪ひいたりとかめっちゃさ多いからさ、なんだんだろう、3日連続お疲れ様、ありがとう、来てくれてありがとうね。こんばんは。3日間恵比寿全部、1つでも2つでも3つでも来てくれた方、ありがとうございました。3日間さ、全部ハロウィンだったからコスプレだったんだけど、チャイナ、メイド、これは猫ポリスなんかな、よくわかんない、これなんでわかんない、これはなんかメンバー全員で来ました。オタクは元気、かわいい、今日のね、これかわいかった、お疲れちゃん、今日のやつさ、今日のやつなんか好きそうだね、好きそうだね、やばい、もう鼻水がずっと出る。無線見ない、先週はずっと体調悪かった？嘘、大丈夫？良くなった？もう毎日、最近ずっとさ、今日は早かったんだけど夜遅かったから、昨日も帰ってきてすぐ、昨日寝落ち、なんか今日もね、帰ってきてご飯作って、で一回寝ちゃって、で、オオカミくんをさ、見ないといけなかったから、9時に起きて、みたいな。だから、9時までめっちゃ寝てた。寝すぎ。なんかさ、いくら寝ても、全然疲れが取れなくて、本当に。いや、どうやったら疲れ取れんだろう。今日のやつかわいい。これなんていうの？猫なんていうの？わかんない。なんか本当はこれ帽子だったんだけど、帽子かぶったらなんか似合わなくて、ひまりちゃんがお耳2つ貸してくれました。かわいかった。なんか花色派ってさ、基本っていうか可愛い感じの衣装とかもあんまかっこいいのないから、なんか花色派全員黒みたいなのはめっちゃ今日珍しかったんかなって思うから、みんな見れた人レアですよ。去年好きな街だ。こんなポリスいたら嫌だよね。土日引きこもって治ってた気がする。でもずっとライブ来てくれてたからさ。こんばんは。狼くん見た。めっちゃ一人でボロボロ泣いてた。なんかもう皆さん素敵で、なんかマキよりさ、みんな年下の子だから、なんかもうマキもさおばだから、なんかめっちゃ感動して、なんか素敵って泣いてた。去年の斉藤凪沙ちゃんが出てる狼も見て、一人でめっちゃボロボロ最終回泣いてた。こんばんは。これにしたらまきちゃん関西、そう、もうね、関西ツアー始まります、来月から。なんかね、今日いっぱい来てくれて嬉しかった。昨日も一昨日もそうだけど、とても嬉しかったです。ありがとうございます。
収録行けなくて25分になったけど、あとね31日にコスプレナース着るんだけど、ナースは可愛い可愛い、やばい。31でもうコスプレ最後だからさ、この時期はどこもコスプレ全盛期だもんね。ね、みんなしてる本当に。今日のまきちゃんめちゃくちゃ選ぶ、ちょっと中で赤振っちゃったもん少しだけど、ありがとね、嬉しい。でまきも、まきはこういう感じの好きだからあれだけど、まきちゃんでも泣くことあるんだね。まき別に結構泣くかも、めっちゃ。11月16は大阪かな。ありがとう、関西ツアー来てくれる方もよろしくお願いします。花いろはとしてマキは初ツアーになるから、関西もだし関東もあるし、ツアーファイナルもありますし、3月にはワンマンもありますし、いっぱいだね。みんなさ、無線のさチケット取れた？なんかすごい完売してるみたいで、まあ無料だから、無料だし50分ライブだし、みんな初めての方とかも来てくれるのはあれだけど、でもね最近本当に嬉しいのが、なんかもちろんさ、その生誕までなんか燃え尽きるみたいなさ方もやっぱいるじゃないですか。だけどそうじゃなくて、みんなちゃんとなんかこういうハロウィン期間も会いに来てくれるし、なんかね生誕なんかそんなことないけど、こう花いろはになって、ずっと花いろはになってマキを好きになってくれた方ももちろん、ずっと前のねグループの時からついてきてくれてる方はもちろん、東京久しぶりにこう社長さんに会った時に、なんか最近全てにおいてなんか伸びてるってめっちゃ褒めてもらったから、なんかそれって自分のおかげじゃなくて本当にみんなのおかげだから、みんながさ物販とかもいっぱいお話ししに来てくれるから、最近は悲しい思いとかも全然してないから、なんかマキは自分のことを、自分のことだけっていうか、自分のことを応援してくれてる方はすごく大事にしたいなと思うから、自分の物販とか会いに来てくれたりとか、そういう方をいっぱいマキは大事にしていきたいなってとても思いました。え、そう、名古屋もねめっちゃ来月ある。来月はね地方祭りです。もしお仕事ちょっとあるからライブ見れるかどうかだ、また聞かせてね。近況、チケット取れた？なんかでもね、多分もう売り切れちゃったんかな。でも50分ライブってすごいよね、いつもの定期の5分長いよね。私久しぶりの衣装かも、ずっと新衣装だったからさ。次の定期、兵庫だけ対戦、あ、対戦よろしくお願いします。なんか全然さ理解してなくてあれなんだけど、ツアーの前にも1本ライブがあるから、ちょっとうまく告知があれだからできてないんだけど、よろしくお願いします。皆さん、やばい、あと2分ぐらいで終わりにしよう。生誕しか泣いてない人、名古屋来てね。生誕口で力突き落としました。これからも頑張りましょう。ぶどうの話、まきちゃんが好きになった、ありがとね、嬉しいよ本当に。なんか前も変わらないけど、なんかやっぱさ自分も楽しい気持ちで活動したいし、みんなもこうまきにさ会いに来てくれてさ、楽しい気持ちで帰ってほしいから、そうだから自分のこと、自分のことだけじゃないけど、他のファンの人ももちろんそうだけど、自分のことを推してくれてる方はいっぱいとても大事にしたいな、大事
なんか家族みたいになってるけど、とても大事にしたいなってすごく思いました。最近は傷つきとかはしないけど、普通になんか嫌な思いとかもすることもちょっとはあるから、氷河つながったね。あ、そうなん、なんかいっぱいあるよね。生誕でも列すごくてファン増えててすごい。生誕はね、みんないっぱい来てくれたからあれだけど、なんか今後も変わらず、なんか自分が花いろはに入ったことが私はプラスにならないとさ、なんかすごく意味ないなと思ってるから、今ちょうど加入して3ヶ月、8、9、10、3ヶ月、もうすぐさ4ヶ月になるんだけど、なんか4ヶ月とかってさ、だいたい安定してくる時期じゃないですか。半年とか経つとさ、でもなんか安定して、なんかそのまんまずっと安定っていうのはさ、自分が入った意味もさ、もちろんなくなっちゃうから、自分が入ったことによってみんながプラスになって、みんながプラスになりたいなってすごく思ってるから、頑張ります。てかマキは名前知られてびっくりした話する。え、全然知ってるよ。だけどさ、もうマキさ、話に夢中になっちゃうとさ、もう字も汚いしさ、何書いてるか分かんないからごめんね、本当に。お誕生日おめでとう、ありがとう。競馬のない日に行こうと思います。競馬はもうやめましょう、とりあえず競馬はやめましょうね。あ、やばい、15分になっちゃった。遊びに来たよ、みんな、ありがとうございました。次は30日無線、そして31日がハロウィン当日、亀有でライブあるので、皆さん10月残り2現場お待ちしております。ではランキング読みたいと思います。13位が猫テラスさん、12位がこれゴッツだよね、あのアカウント的に。11位がユーマ、10位がシンジさん、9位がハメさん、8位がヒッタンさん、7位が XYZ とマキちゃんズさん、6位がユウコさん、5位がサスキアとマキちゃんズさん、4位がテルユキさん、2位が V さん、2位が世界一可愛い女の子のファンとマキちゃんズさん、1位が人生目標マキちゃんと結婚さん、ありがとうございました。可愛いのに偉い、やばい、ありがとう。みんな明日からお仕事頑張ってください。ではおやすみ。